おいこらタココラ終戦部行くぞらー。ゆっくり実況、始まるよ。ってことでやってきました。ほんと許さんぞ新人類。もう恨みが。で今回は長州力とタイアップをした鬼畜終戦部ですか。そうなの？何やらこのゲームをクリアできずにぶん投げたが近所も量産されたとか。また激ムズ難易度が。では今回はハドソンさんへの恨みを晴らしていきましょう。果たして今回はどうなるのか。ってことで早速始まっております新人類。何やら平和そうな感じじゃないの。なんだと？相変わらず霊夢さんはアホですね。ほんと誰がアホだってさ。まあいいですよいいですよ。これから私がたっぷりとこの地獄を体験しますから。どっちがアホなのか。ではまずはこのゲームの説明ですね。ほう。このゲームは全4ステージとなっておりまして、ライフ制を採用してるんだけど、水やら穴への転落で一発アウトという鬼。だけどコンティニューは無限という神。だから神なのか鬼なのかどっちなのよ。そしてアイテムに関してはこんな感じ。拳は武器のパワーアップで、靴はスピードアップ。そしてハートと肉はライフ回復系。で腰は画面上の敵全滅効果。なるほど。でも火ダメするたびに速度と武器は1ランク落ちるから注意。簡単にパワーダウンしちゃうのね。そうなんすよマジ。そして今何気に飛び越えた水場でしたが、何がキリって転落でのさようならなんですよね。そうなの？転落死の判定がアホレベルでキリらしいんですよこれ。そうなのね。でも転落死を回避するための空を飛べるアイテムがあるという神。しかしそんなものは邪道らしいので今回は全部無視してみるという鬼。自分で勝手に鬼にしてるんじゃないの。そうでした。そしてもう一つの重要隠しアイテムがこれ。王長州力に変身ですか。キャラが変わって力ラリアットで攻撃ができてインパクト抜群。でも惜しくも連射性能はあんまり良くないから頑張ろうね。何が頑張ろうねだってさ。まあそんな感じで説明はしておりますが、今回も実質初見でやってるあれなんで詳しいことは知らねえ。またなぜそういうことをしてしまうのか。長州力のアイテムだけチェックしておいたって感じですね。そうそう、何が大事って長州力になることだからな。そうですかねえ。って言ってたらここで長州力出現。ほらほら無敵の力ラリアットだぞ。おいこらタココラ。長州力の分身が起きちゃった。あ、長州力がっていう一発アウトには注意しましょうね。何をまたそれっぽく言って。ってことで中間地点は更新してたようなので途中からスタート。よしまた強襲チャンス。今度はどうなるのか。何が大事って起きないことだからな。今度は気をつけなさいよほんと。ジャンプの飛距離の調整がまた無事というこのゲーム。ジャンプの感覚には早めに慣れておかないと来ちそうですね。それよりもこの強襲力の分身攻撃が気になってしょうがないんですが。何言ってんだ、力ラリアットを表現するにはこれしかないに決まってんだろ。そもそもシューティングで力ラリアットを表現するのがキリーンじゃなくて。おーこらそれ以上言うとやっちまうぞタココラ。何がタココラだってさ。長州力本人まで CM に出たというタイアップゲーなのに、なぜか長州力は隠し要素だし武器の力ラリアットは使いにくいし、なんなら長州力になると難易度が上がるんじゃねえかっていう文句ばっかり言ってるとやっちまうぞタココラ。一番文句言ってるのは自分じゃないの。そうでした。敵が全然出てきませんね。いやそろそろ力ラリアット本領発揮の時。やっと敵が出てきた。見た通り力ラリアットは貫通性能がありまして、でも力ラリアットは画面上に2発までしか打てないという、長州力選手に無茶をさせないという仕様になってるようですね。優しいですね。なんか忖度してますが。って言ってたらとても危険な水辺ゾーン。長州選手にかかれば水辺なんてへっちゃらなんですよ。ほんとですかねー。まあ見てろ霊夢よ。落ちちゃった。絶対やると思った。ってことで被害者2人目。でも中間地点更新してたもんね。だからまたさっきの水辺の近くからできるもんね。また落ちそうな気配しかしませんが。でもここで羽のアイテムがあったら飛んでいられるんですよね。羽は邪道だってさ。誰が邪道だって言ってたのか。ってことでやってきました危険な水辺。だった。今は飛ばなくてもよかったんじゃ。そうなんだって、ここは渡れるんだって。さすがに気づいたのね。何が大事って落ちないことが大事ですからね。
そう言いながら早速3回落ちてますが。ではここは渡りの。そしてタイミングを測りの。突撃の。だから突撃のやめなさいって。でもまたやってきました。今度は左側を通ってる。こっちは変な葉っぱに注意すればいいだけよ。変な葉っぱですか。そしてそろそろご視聴でしょうかね。ステージ自体はそんなに長くはないのね。何やらボスも道中までのむずさを考えたら大したことないっていう話ですが。ああなんかそうらしいっすね。って言ってたら穴発見。あの中に入ったらボス戦かな。では武器は斧でチャレンジ。さて今回のお相手は。でかい鳥だ。いて。そして武器も初期状態に戻ってしまったビーチ。いやでも奴のパターンはわかりました。もう大丈夫よ。ほんとですかねー。ただ8の字にうろうろしながら弾を撃ってきてるだけですからね。まだまだ刺激が足らんですね。これは刺激ですか。なんならもっと激しくしてくれないとこの金髪は満足できませんね。激しくされたら激しくされたらですぐ切れるくせに。いやだから切れてないんですってマジ。本当に切れてないんですか。ですからこの金髪切れさせたら大したもんですよって言ってる段。はい余裕で退治でしたね。刺激が足りねえぞーら。これは切れそうな予感しかありませんが。ってことでここから2面。おっと何やら BGM が不穏だな。それに敵の攻撃も明らかに厳くなってますね。これはどうでもいいけどぶっ砕き。また一人ごとかな。ああ速さも大事でしたね。からの武器パワーアップ。でも石斧じゃまだまだ満足できないですよね奥さん。誰が奥さんだってさ。次はブーメランになるんでしたっけ。そうみたいですね。そしてブーメランの次は松明ですね。でも攻撃を食らったら武器はランクダウンするんでしょ。そうなんですよ。なので何が大事って被弾しないことなんですよねこのゲーム。それはシューティング全般のことじゃないの。そうでした。そしてここでアリリボットラップ出現。あそこに落ちたら一発アウトですか。定期の一発アウトみたいですね。ではここはさらに慎重に。おっとここで武器のパワーアップナイスですね。おおこれは強力だ。でも落ちてるアイテムに当たり判定があるのやめてもらえないですかね。アイテムに攻撃を妨害されちゃうのね。そしてこれは危険な一発アウトの日のやつ。おっとこれは激しく注意ですね。いてあー火ダメ。しかしすぐさま武器ゲットの。すぐさま火ダメで武器ダウン。なんなのよ。でも何が大事って生き残ることが大事ですからね。ほんと適当なことばっかり言って。にしても敵の攻撃が激しくなってきてますね。おっとここで武器発見ナイスですね。でもすぐ被弾してノーカン。取った意味が。あーちょっと攻撃が激しいですね。武器が初期に戻っちゃった。これは生き残れるのかどうなのか。いて。いやいやまだまだ甘いですよハドソンさん。こんな程度で慌てるようじゃ投資路ですからねマジ。あわわわわわわわ。追い詰められてるじゃないの。あー武器はゴミだしライフはラストだし。おまけにみんな激しいし。激しいとは。そんなに激しくしてってマリ様が言ってないのに負けちゃった。やっぱり無理でしたか。でも中間地点は更新されてのニノさんからスタート。あ、そういえばこのステージにも強襲チャンスがあるみたいだな。あーさっきのリキラリアットのやつですか。何が大事って強襲力になることですからね。そう言ってさっきは秒で元の姿に戻ってましたが。まあ次に力になった時は真の強さというものをお見せしましょうね。真の強さですか。ってことでちょっと平和な感じが続くので少し早送り。平和が続くと早送り。はいやってきました左右の分岐。ここは左の方に何こらたここらがいるって話ですので強襲力でしょうよ。おっと出ました強襲力や。力やはもはや違う人ですが。そうでした。力やはある意味ガチモンでした。ガチモン。よしではこのままガチモンのままオラオラっと進んでいきたいですね。あー強襲チャンス終わっちゃった。ガチモンとか言ってるからさ。であの炎には気をつけてくださいよ金髪さん。おお誰に言ってんだたここら。ほんとすぐ気に入って連発。まあ強襲力といえば橋本真也ニキとのコラコラ問答だろってなもんでして。あーあの二人してコラコラ言ってたあれね。負けちゃった。コラコラ言ってるからさ。ってことで初のゲームオーバー。でもコンティニューは無限という神。中間地点から再開できるのね。ってことでまたまたやってきましたタココラチャンス。今度はどこまで持つのか。よしこれで最後まで頑張るぞ。
最後までいけますかねー。何が大事ってとにかく被弾だけはしないよう戻っちゃった。早かった。そしてまたここからまた比較的平和な風味なので早送り。平和だと早送り。そしてこれは何やらボス戦の気配と思ったら、思ったら負けちゃった。何してんのよ。でもまた徴収チャンス。今度こそはボス戦までたどり着いてやんぞと思ったら、思ったら負けちゃった。ああ、でも力也をなめんなよ。ちゃった。力也、ちゃった。でも戻ってきました。ほんと立ち直りだけは早い。いて、嫌ですからそんなに激しく襲ってこないでって言ってるじゃ。いて、あ、この、やっぱり切れた。って切れてると思うでしょ？どう見ても切れてるじゃないの。せいはこの話をしていたらやっと2年のボス戦。ほうどうなるか。そして今回のボスはでかい恐竜。むむむ。やっぱりボスはそんなに強くなさそうっすね。こんな感じで武器をオラオラしてるだけで倒さえ余裕。確かにボス戦は余裕だった。で金髪の人は調子に乗っておりますが、ここからどうなるんでしょうか。いやいや武器さえ強いままだったらなんてことねえだろきっと。でも話すこともなくなっちゃった。またですか。じゃあちょっとだけ小話でも。今回は何なのか。最近満員の地下鉄に乗ったんすよ。ほうそれで？で私はお見事座席に座ることに成功しまして。ほう。そして隣はなんとチャンネイという激アツ。まあ聞きますか。そして走っている地下鉄がブレーキをかけまして。ほう。そしたらチャンネイが私の方に肩を寄せてきたという奇跡。歓声というやつだと思いますがそれは。その結果そのままずっとブレーキ状態続いてくんないかなと思いましたとさ。なるほど逮捕案件ですね。いや違うんだって。私は何にもしてないんだって。勝手にチャンネイが肩を寄せてきただけなんだってば。だから単なる歓声だって言ってるでしょうよ。なんだと。なんならチャンネイも金髪に寄り添えてラッキーって思ってただろ。もはや完全に思考が勘違いのやべえやつだと思いますが。マジか。マジかじゃなくてさ。って勘違いしたらダメですよ皆さん。何を今さら。ちょっと隣の人が肩を寄せてきたからって。それは単なる歓声というやつですからねマジ。ほんとこの人の頭の中はどうなってるのか。そしてここで腹を繰り返す。おっとアホなことばっかりも言ってられんぞマジで。自分で勝手に言ってるだけのくせに。落ちちゃった。ほらアホなこと言ってるから。でもかなり後半のチェックポイントから再開のようです。よしでは今度こそ。いて、おいおいちょっとみんな激しくないですかねこれ。何がおいおいだってさ。あーこの変な黒いやつこっちくんなってマジ言ってんだぞ。ほんとだぞおいこらた。ここ負けちゃった。やっぱりねー負けちゃった。あーちゃった葬られちゃった。おーこらちゃったじゃねえんだってマジ。自分で言ってるんじゃないの。そしてここで徴収チャンス。でもすぐに被弾の元通り。あーなんということでしょう。これは一層気を引き締めていかねばならないですね。よってここは慎重に慎重を重ねましての。マリサ大改革 3.0 ですねここは。またどこぞで聞いたワードが。おっとここは慎重に乗り越えの。おうこらそうやってみんなして一斉に攻撃を仕掛けてくるとは。恥を知れ恥を。またどこぞで聞いたセリフが。いやだってどう見てもこれはずるいと思うんですよ。ほんと落選しました。落選しました。何が落選なのか。そしてこれは徴収チャンスでしょうかと思ったら徴収力のまま敗北。ああやめて。でも負けねえぞ。落ちました。落選しました。落選しました。何回落ちるのよ。恥を知れ恥を。また切れた。ほんといい加減にしないとマリサも出馬しますよ。ほんと誰も支持しないと思いますがそれは。てぃはアホなことばっかりも言ってられないんですよね。アホなこと。あのねえ何さ。この崖とか落とし穴の判定がキリーンだってマジで。そんなにですか。ってことで石斧の掃除でボス戦に到着。では今回のお相手は。おっと変な小倉ですね。なんでもかんでも変なんじゃないの。でもやっぱりボスはそんなに強くないという優しさ。やっぱりボス戦だけは優しいのね。ってことでやってやりました。被害者最小限でクリアしてやりました。26人。ってことでいよいよ最終ステージ。もう最終ステージなんですか。何やらステージ4は4の4まであるみたいなんですが。
4の3までは今までの上位互換難易度的な感じのようですね。ほう、それはまたアホほど葬られそうな予感。おっと、早速恐怖の水辺か。ジャンプ、おう、私だってここまで意味もなくやられてきたわけじゃないんだぞ。ジャンプ、おう、なめんなよ。ジャンプ、そしてジャンプの神。おう、なんとか進めてる。落ちました。落ちた。ってことでやり直し。ちなみにですが、この最終ステージはボス戦まで中間地点がない仕様になってるので、ミスをすると必ず最初からやり直しになるというように。それはまたなかなかきついやつだ。ってことで再チャレンジ。おう、舐めてたらやっちまうぞ。落ちました。ああ、でも今度こそ今度こそ。よし、ギリ着地。もうこれは余裕ですね。見た感じ不安しかありませんが。ではマリサ大改革 3.0 の力。大改革ですか。何が大事ってあくまで慎重さで。落ちちゃった。だからその前振りなんとかしなさいって。でも戻りました。落ちました。戻りました。落ちました。始まった。ちゃった。だからちゃったじゃねえんだって。自分で言ってるだけ。ちゃった。なんなのよ。でもいい加減にしないと粛清すんぞ。裏ってなもんでして。粛清されてるのは誰なのか。これはこの後も相当やられそうな気がしますね。ってことで新しい大地に到着しました。あの恐怖の水辺がなければもうどうってことないですよね。奥さん、誰が奥さんだってさ。手武器が初期状態で明らかにピンチのように見えますが、体力もないじゃないの。当たらなければどうってことはないのだよ霊夢くん。何をまた偉そうに。きっとこのまま耐えれば体力回復アイテムがどこかにあるはず。それまで耐えればいいだけという簡単なお仕事。あ、肉だ。負けちゃった。あ、もう少しだったのに。ってことで安定のゲームオーバー。また最初からか。メンタルにダメージが。落ちた。なめんなよ。落ちた。やめて。落ちた。バカ者。自分のこと言ってる。でもちゃんと戻ってきてますが何か。どうして何事もなかったかのようにできるのか。え、何ですか大義林さん。大義林。え、はい。この後にまた鬼畜な水辺があるから気をつけろと。ああ、そうなんですね。でも大体そんな雰囲気は感じていたのでさようなら。また適当に追い返した。ってことでこれは明らかにヤバそうな足元不安定ゾーン。焦るなマリサ。焦った者が負けなのだ。ここは右から来る足場を待つのだ。全然来ませんが。ああ、こんなの無理だって許し、だいぶしました。厳しい。また落ちた。溺れた。落ちた。おいこらたここら。ああ、完全に始まった。あ、もうまた切れた。いい加減にしないとコントローラーぶん投げますよマジ。なんだかんだぶん投げないくせに。で、これはさっきと同じシチュエーションでしょうか。いや、今回は斜めチャレンジ。おら、お着地。だけど次の足場がないという字を。ああ、助けて。だいぶした。でも今回は聴衆で戻ってきましたよ。ほらほら、落ちたら関係ないじゃないの。でも今回は前に前にの精神でなんとか前進。よし、次はあの葉っぱだな。おら、あー、足場が。でも戻ってきました。今度こそ、今度こそ。あー、許して。やめて。これはメンタルがヤバそうだ。また変なリズム。ってことで懲りずに最初からという地獄。やられると最初からってのがなぁ。あのねぇ、何さ。せっかく進んでも容赦なく最初からなんだぞ。すごいだろ。何がすごいのかよくわかりませんが。って気づいたら68人もお亡くなりになってますからねぇ。これはまだまだ増えそうな予感しかしませんが。おっと、そしてやってきましたさっきの場所。今回こそはいけるのかどうなのか。もうここだけで1時間くらいやってますからね。ここだけで1時間。もうマリサの HP はゼロよ。ゼロねえ。でもザオリクを使ったら HP は満タンよ。ド M 疑惑。ってことでやっと初のチェックポイント突破。やっと超えた。あとはここから何が待っているのか不安でしょうがないんですが、ほんと許してもらえないでしょうかね。あー、やっとボス戦だった。ここら舐めんじゃねえぞマジで。おら、終わりだと分かった瞬間調子乗る。ってことで今回のボス戦はどんなやつなんでしょうか。あ、一年のボスと一緒だ。おう、私も舐められたものですね。絶対安心してるくせに。ってことでなぜかボス戦は弱かったという神。ふう、そりゃふうってなるわ。ってことでやっとここから4のに。あ、またさっきの上位互換みたいな感じのやつなのね。
今回はどれだけの被害者が出るんでしょうかね。出るわけねえだろ。出るに決まってるでしょうよ。いやでもやる前から負けること考えるバカいるかよってなもんでして。猪木。いて皆さんちょっと激しいんじゃないですかね。いて、いやんちょっとあなた激しすぎるのよ。やめ、負けちゃった。ほらふざけてるから。ってことで初見はやっぱりきつかった。鬼畜ステージ。でもコンティニューすればいいもんね。なんだかんだやめない。そしてさっきのポイントに戻ってきましたが。燃えました。ああ。でも今度こその精神でまたやってきました。その今度こそはどうなのか。なんか画面がちらついて見えにくくなってるようではありますが。ダメでした。ダメだった。また変なリズムが。バカ者を。さすがに切れた。マリサが切れないと思って舐めてもらったら困りますでマジ。でも勝手にやってるんですよね。ほんとその通りです。そして体力が最後になってのまたここから完全初見ゾーンという恐怖。ってなんすかこのあり地獄地獄は。あり地獄地獄。これは完全に私を落としに来てますね。しかしこのような時こそ。何回チアップの悲鳴が聞こえましたが。しかしこのような時こそですね。各方面としっかり連携を取りまして。そして誤った情報などを除外しながらですね。やはりそのような情報を共有していくことは極めて重要なのではないかと。また何にも内容がないこと言ってる。家ですから今申し上げましたように。これらを総合的に判断してきちんと正しい情報を吟味していく。このようなことが必要だと負けちゃった。ほら薄っぺらいことばっかり言ってるから。ってことで結構進んだ感じもありましたがまた最初からの地獄。ああ。ぐぬ。ぐぬぬ。はいでも結構進んできました金髪候補。もうやられる気配しかありませんが、まだ諦めてませんよ。また負けました。負けた。負けた。また変なリズムが。怒るところある。でも負けた。はいでも舞い戻ってきましたフェニックスマリサ。フェニックスすぎますがそれは。そしてまた懲りずにここから初見ゾーン。一撃死のホムラちゃんにあり地獄地獄ですか。ホムラちゃん。一発で突破できるんでしょうかね。さすがに無理なんじゃないですか。あいやよいやよ前から後ろからそんなに激しくしないででもそんなに私が欲しいのねあーによって罪なの燃えちゃった。ほらアホなこと言ってるから。そして現在地獄行き100人突破。いよいよレインボーになった。ってことで始まりました激ムズ新人類のお時間です。100人やられといてよく言うわー。このゲームはなんと、あの超秀逸戦士とタイアップをしたというある意味伝説のゲームなんだぞすごいだろ。もうみんなわかってると思いますが、そしてこのステージだけで2時間くらいループしてるんだぞほんと完全して。それは完全自業自得のやつですが、ってことで地獄の中の地獄をやっと抜けてのボス戦。まあこのボスもさっき戦ったやつなんでさすがに負けるわけがないですねこれ。もう刺激が足らんと刺激がよ。刺激ばっかりじゃないの。そうでした。そしてまだ終わりではない4の3。また地獄絵図の予感が。あ、なんですか銀さん。銀さん。え、ここはとにかく落下の罠が鬼畜だから覚悟して臨めと。いやもうすでに崖が目の前に来てるんですけども。何をしに来たのか。ってことでここはまだいくらか平和なところが続くのでちょっと早送り。平和が。って平和だと早送りっておかしいだろうよ。自分でそうしてるんじゃないの。そうでした。そしてやってきました何やら不穏な崖ゾーン。むむむむむ。ここはあらゆる選択肢を軽視せずに進んでいかないといけないですね。あらゆる選択肢ですか。落ちました。わかってた。ってことでやっぱりステージの最初からやり直し。まあいいですよいいですよできるまでやればいいんでしょどうせ私なんてそういう宿命なんだし突然ふてくされ始めたおっとここは転落注意が転落しましたでも戻ってきましたそう何度も落ちるわけにはいかねえだろってなもんでして今度は落ちないでいけるのかよしここはなんとか突破あーでも負けたぐぬぐぬぬ始まったこれはひどい。ついに金髪の人が壊れた。もうやめなさいって。でもここまでやってきましたよ。ほんと頭は大丈夫なのかどうなのか。大丈夫かどうかと言われると。もうわかりません。末期だ。
今はとにかくまたここから初見ということで、なんとか少しでも進まねば。そのような前向きな気持ちが極めて重要だと考えております。また薄いセリフ。そしてこれは明らかに危険な崖の連続ゾーン。これはやばい。さてどうなるか。あ、リアル発狂の声が入っちゃった。トータル何してんのよ。あーまたあそこまで戻るのか。なんか怖いな怖いなー、やだなー怖いなー、怖いな怖いなー。バグった。怒るぞこら。また切れた。いや切れてないっすよ。この金髪切れさせたら大したもんですよ。あー落ちたって。この程度じゃ切れませんし。あーこの程度余裕中の余裕ですよ。全然余裕中の余裕じゃないくせに。では冷静に。落ちた。あ、もう、やめればいいのに。今回こそは慎重にジャンプを。落ちた。喋らなくなった。ってことで一気に被害者が増えての153人。で最初からですか？これはやっとクリアできる予告なんでしょうかね。あのねえ、なんだってさ。初見だとこんなに無事ってのはリアルに想像してなかったぞマジ。まあたくさんのガキンチョたちがクリアを諦めたゲームなだけあると。いやほんとマジでそれな。って言ってたらそろそろ駆逐ゾーンに到着でしょうか。では練習中のマリサ行きます。おやセーフ、おやセーフからのセーフ。そして敵は無視しの移動。やっと突破した。でもまたここから初見ではありますが。あーまた穴があるんですけど、ほんと勘弁してもらえますかね。絶対落ちれないやつ。では祈って祈って。あ、いけたいけた。ついにボス戦だ。このステージだけで3時間以上かかってしまいました。この情弱。で、ボス戦も絶対負けれないやつ。しかしやっぱりボスだけは妙に優しいというわな。今の武器だったらさすがに負ける気がしないっすね。多かった。ってことでいよいよ次がラストステージ。また情緒の不安が。では200人以内を目指して頑張っていきましょう。目標が妙に現実的になった。で最後は砂漠のステージなんすね。ってことはまたアホほどあり地獄地獄があるんでしょうかね。あり地獄地獄ですか。いて、あーなるほど、こうやって背後から私を殺めてくるんですね。あーそしてやっぱり予想通りのあり地獄地獄と火炙りの系ですか。なんかとんでもないことになってますが。そして変な黒いのはどっか行け。また変な悲鳴が。そして体力がピンチ。あ、やられちゃった。まあそうなりますよねー。でもこんなのは想定内だもんね。想定内ですか。なんなら初期装備から始まるここからが本当の戦い。でもまた殺められる予感しかありませんけど。だからそれはやる前から負けること考えるバカいるかよってなもんでして。果たしてどこまで持つのか。いて、もう体力がラストになってますけど。あー長州助けて。負けちゃった。想定内。これはやっぱりやべえやつですね。ってことでさっきのところまで超高速で戻っていきまして、また体力はピンチですが。いて、また喋らなくなった。今度こそは。お、今回は体力が残ってる。でも火に当たったら一撃でさようならなので注意したいところ。よし、初めてここまで来れた。ではここからも多くの情報を瞬時に集めまして、そしてそれらを駆使して進んでいきたいと。そのことが非常に極めて重要なことだと思っております。燃えちゃった。ほんと適当な。では迅速にさっきの場所まで戻っていきましょうね。またバグった。バカ者を。やっぱり切れた。ほんといい加減にしないとカセット川にぶん投げますよ。ほんと絶対投げないくせに。そしてまたここから恐怖の初見ゾーン。私だってただただアホみたく犠牲になったわけではないのだよ霊夢くん。放送だったのね。何が大事って落ちないこと、そして敵の弾に当たらないこと、そして切れないこと、全部今までやってきてると思いますが。っていう話をしていたら、これはいよいよ最後のあれでしょうか。大扉が見えた。時は来た、時は来た。ってことでいきなりラスボス戦。おっと、ラスボスは20日を合わせの変なハエ。変なハエ。でも今までのボスと比べるとちょっとあれが激しいですね。でもここで負けたらまた地獄の道のりが。ああ考えるだけで恐ろしい恐ろしい。これは勝てるのかどうなのか。
そして何やら被弾してもう一発食らったらさようならという局面。考えるな。感じるんだ。ここで早送り解除の。あ、バカ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 マリサのバカ。なんということでしょう。そしてボスのところまでなかなかたどり着けないという地獄。何やらとんでもない速さで被害者が続出してますが。あのねえ、何さ。なんとか穏便に済ませる方法を教えてもらえないですかね。やめるかクリアするしかないでしょうよ。おいおいマジでか。だからおいおい言いたいだけじゃないの。そしてついに被害者が200人を突破。地獄だ。でもマリサは穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めるのです。またどこかで聞いたワード。ってことで206人目。はい、そんなわけで始まりました新人類という鬼畜シューティング。また何事もなかったかのように。話すことがなくなっちゃってるんじゃないですかね。話すことなくなっちゃった。やっぱり。じゃあちょっと小話でも、また何を話すのか。高校の時、高校ですか。なんか見た目地味なクラスメイトの女の子がおりまして。ほう。でその女の子と話したある日、ちょっとエステに行ってくる、とか言っていて、ほうエステですか。で私は心の中で、そんなエステとか言ったって変わるわけねえだろう。って思ってたんすけど、思ってたんだけど、その数ヶ月後、何やら超絶可愛くなって気づいたら男子にモテまくってて、ほうほう。あ、ダイヤの原石のうちからもっと仲良くしておけばよかったな。って思いましたとさ。トータルクズの話じゃないの。そうでした。ってゴミみたいな話をしていたらやっとラスボスのところに到着。ほんとゴミすぎて。では暗いエステの恨み。エステ何にも悪くないでしょうよ。さっき来た時は石斧での勝負ではございましたが、今回は攻撃範囲が広いブーメランでの参戦。さすがにこの装備だと大丈夫そうでしょうかね。そして現在このゲームの撮影を開始してから約8時間が経過。新人類で8時間ですか。そしていよいよハドソンさんへの恨みを晴らす時が来ました。あの当時のガキンチョがどれだけこのゲームで苦汁を飲んだことか。ってことでエステの恨み。エステ悪くないし。やりました。やってやりました。ってことで2周目スタート。あー始まった始まった。エンディングもなしに2周目が始まって何度も上がってが近距離無限で苦しませるスタイル。ほんと許しませんよタココラ。何をブツブツ言ってるのか。ってことでマリサさんマリサさん。はいはい、今回の感想でございますね。まあやっぱりハドソンさんの手が入ってるってことで無事ってのはありますが、でも BGM は個人的に結構好きな感じだったのと、そして今私が思うのは、あんだけ長州力選手を全面的に押し出してリキラリアットまで導入してるのに、ゲームの後半は長州アイテムがなくて長州パワーが全く見せれねえのはどういうことだたここら。って長州選手は思ってるんじゃないですかね。思ってますかねー。そんなわけでここまでご覧いただいた皆様、本当の本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。では最後に返信の力の華麗なジャンプとともにお別れしましょう。華麗なジャンプですか。では慎重に慎重に。あ、ではまた会う日まで。というわけでやっぱり無事勝った新人類でございました。次はもう決めてるとかなんとか。はい、お次は極上のパロディウスの地獄難易度やりますんでよろしく。ほんと頭の中は大丈夫なのかどうなのか。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあまたねー。